おかん。はい。おかんなんですけど、はい。うんうんうん。小学校の時に僕、サッカースクール入ってたんですよ。うん、で、いろんな小学校が集まって、チームを作るサッカースクールで、うん、で、いろんな、周りに、小学校、自分の小学校以外の友達ができたんですね。いろんな小学校に。で、小学校の頃って、うん、まあ、何かにつけて、まあ、いじめてるわけじゃないんですけど、僕、身長138センチしかなかったんですよ。小学校5年ぐらいの時。低いな。低いから、おい、ちびちび言うて、うん、ちょっと背の高い子らに頭パン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 叩かれてたんですよ。うん、で、僕もそれ乗って、その叩かれるたんびにポーンってジャンプしたりとかして、うん、で、これ、こんなんして遊んだりとかってしてたんですけど、父兄がこう見に来てサッカーの試合とか見に来るんですけど、うんうん、そのサッカーの試合の前に、うん、おい、ちびとか言って、バーってやられてる姿をおかんが目撃したんですよ。はい。で、プチッと切れて、うん、ちょっと来い、うん、で、そのバチンってやってる子を呼び出して、うん、なんですかってな。うん、もう何してんねん。うん、え？とか言って、うん。私の息子何してくれてんねんみたいなことって、試合前なんですよ、うんうん。もうみんなちょっとそういう雰囲気じゃないのに、うん、おかんがガッて言ったことによって、ちょっと火、うん、ね、なってるんですけど、うん、いや、ちょっともうや、ちょっとやめてや。うん、あな、うん、私にするんは、ええわ。最悪。私にするんやったらええ。けどな、息子にするんやったらええって言うて思ったんですよ。ほんで、たどり示した。あれって思ったの。で、おかんもそれたらええっていうの多分もう気づいたんでしょうね。おらーって言ったんですよ。ほんまのジャンルや。もう、怒られた人何にもようわからんわ。テンション下がったままさっきの人。興奮してるからね。もう興奮してる。しまるって。知らないもんな。親は間違うな。親は間違うな。シーガーになり、あ、おっ、ケンコバ。はい。2、3ヶ月前に、うん、ロケの仕事でフィリピンに行かしてもらったんですよ。うん、まあ、海外とか行ったら、その、現地のコーディネーターの人がおって、はい、いろいろ、まあ、案内してくれたりするじゃないですか。はい、通訳してくれたり、うん。で、そのフィリピン行った時のコーディネーターの人が、すごい綺麗な、フィリピン人の女の人で、はい、で、わ、この人綺麗な思ってた、日本語も上手なんですよ。はい、で、まあ、ちょっと喋りたいなと思って、まあ、ロケの合間に、日本語上手ですね、みたいなのを言うたら、あ、そうなんです、私、日本が大好きで、すごい日本のこと勉強してて、はい、前の彼氏も日本人なんです、とか言って、あ、そうなんですか、みたいなの言って、ほんで、日本の何が一番好きか言ったら、この、意味はわからないんですけど、漢字が、すごいかっこいい。あれはもう本当にすごいものだと感じ、見てるだけでもう心が高揚したり癒されたりする、あ、そんなもんなんですか、僕ら日本人やからちょっと分かんないですね、で、その漢字が好きすぎて、その前付き合ってた日本人の彼氏に頼んで、その神様っていう字を彼氏に書いてもらって、首の後ろにタトゥーを入れてると、こう神様と、はいはいはい、この、まあ、首の本当下ぐらい、はい、ああそうなんです、よかったら見てください、日本人の人に見てもらいたいです、いパッと見せたら漢字で、うん、矢沢って書いてあるんですめちゃくちゃな彼氏やな、ね、彼氏にとっては神なんでしょうね。言えなかったですね、これ違いますよとは。まあな、神様ね、鳥を寝た神様なんですから。さて、あ、はい、1年ぐらい前の話なんですけど、去年相川翔さんが芸歴30周年かなんか で主演の映画を撮るって、その品川が監督で撮った Z アイランドっていう、でそれを僕も出してもらってたんですよ、河本も出てたんですよね、でそれで出てなんかいろいろキャンペーンを翔さんと一緒にこう回ってたんですよ、で大阪でなんかテレビとか出たりなんか雑誌の取材を受けて、で東京に帰ろうか言うて、夕方ぐらいの新幹線に乗って帰ったんですよ、一緒に。でこう帰ってる時に僕がこう座ってたら、名古屋ぐらい過ぎたぐらいで、宮がちょっとタバコ吸いに行こうよ言って、翔さんが僕のところ来はって、で、あ、行きましょうかって言うて、その新幹線が古いやつで、で喫煙室とかじゃなくて席のあるやつだったんですよ。でそこ吸いに行こうってこう僕が先頭でこう歩いて、翔さん後ろでずっと行ってたんですよ。ほんで何号車か分からないですけど、すっごい大きいいびきかいたおっさんが寝たはったんですよ。わーって言うて、ほんで、うわ、だいぶ疲れてるおっちゃんいいなー思って、ほんでその号車行ってタバコ吸って、で帰ったんですよ。でその号車おっちゃん
さっきいびきの人がやはる号車に入った瞬間にまたファーって聞こえてるんですよ。ほんで翔さんが誰だうるせえなみたいなで、あ、はい、そうですねって言って、ほんで僕こう通りながらそのおじさんのとこ近づいていったら、うん、そのもうガラガラやったんですよ、うん、ほんならこう2つの席をくるっと向けて4つにしてジャケット脱いで、うん、でそのじゃ結構太ってはったんですよ、うん、でサスペンダーして足伸ばしてカーッて寝たはったんですよ、席に ね、で翔さんうるせえなって言ってはったからちょっとね、ちょっと気になって見たら、よう見たら寿司三昧の社長やったんですよ。すごいよ。ね、ほんでもうふわってあるから、あ、寿司三昧の社長やと思って。で翔さんにうるせえな言ったら、寿司三昧の社長さんですって言って、で僕横通ったんですよ。ほんで翔さんがその社長の横行って、でやらはるんですよ。え、何？と思ったら、ほんなら社長も社長社長ってやってて、ほん。急にもうパンパンやから、びっくりして立つはってんけども、なんかこんななって、はいはいはいみたいな、急にもう爆睡されとったから、それも結構な力で社長社長やから、はいって言ったら、相川です、また行きますって言うて、ほんで社長も、ありがとうございますって言うたんだけど、いやちょっと翔さん待って、起こすと思ってあんだけ爆睡してはるところ何言うんかな思ったら、また行きますで、ね、起こす大した話じゃない、全然大した話しちゃうんですよ。でまた行くから言うて翔さん行きはるんですよ。ほんで僕、いやもうこれもうちょっと翔さんと思って、でちょっと社長もほんまだいぶバーンなってはったから、謝りに行こう思って、あすいませんでしたって言ったら、みたいな。で俺のことも誰か分かったら、うん、で締まり際に見てたらなんか見た、なんか分かりました、なんとも言えない、なんなんこれ寿司三昧のちっちゃいやつ、寿司三昧のほんまかお前、いやほんまです、ほんまです、もうほんまなんなんやろ、ようこそ、ようのちっちゃいやつや、ほんまですびっくりしたんです、そりゃ熟睡しててポンポンってされて、相川そうやってまた行きます言われてさって行かれたら、そんなびっくりしたんです、それで起こすんや翔さん、そういうことっていう話やろ、いやー滑らないっすね本当に、あーおもろ、うちの母親が、11月の1日生まれなんですけど、うちの母親が、11月の1日生まれなんですけど、これが、キティちゃんと同じ誕生日そうまあそれだけの話いい話ちょっとあのたまに似てる時あるいつっと横切ったいきます、うわほっしゃ、僕はこの前実家帰ったんですけど、実家は本当に南海電車でかなりもう南の方なんでずっと乗らなきゃいけないんですよね、で難波から乗って、この前混んでたんですよ、ほんでこの端っこから二人目のとこ座れて、座ってたんです。まあ道のり長いんで、こう寝ようとしてたんですよね。で新今宮に泊まって、ほんならここの、僕の両サイドの二人がパッと立ったんで、こっちに寄ろうかなって思ったら、もうおばさんが二人入ってきて、パッと両隣に座ったんですよ。ほんでもう、その人らは知り合いなんですよ。だから、待ってくれたら僕寄れたし、で、話しながら入ってきて、自然に座って、まだ話してるんですよ。辛い。ほんでこれも今更言えないなって思って、こう後ろにもたれかかって、もうここで話さそう思って、こうずっとこうやってたんですよ。でこうずっといてたら、ずっとやっぱその井戸端会議みたいな、やっぱおばさん、大阪のおばん同士なんで、あのあそこの息子さんが大学行けんと専門学校行ったやで、ええ誰誰みたいなのをずっと話してるんですよ。で駅の間隔が長いんで、駅着くまでは我慢せなあかんなって待ってたんですけど、やっぱもう話は尽きないんです、その噂で、どこどこ誰誰っていうのがあって、でこっちのおばさんが、あのあそこの人
あのもうすぐ離婚するって聞いたでって言うて、え誰よ、いやそんなもんなんか私言うたって言わんといてな、え教えてって言って、こっちの人がギュッて寄ってきたの分かったんですよ。もう鬱陶しいなー思ったら、僕の耳に坂田さんって言うて、何やねんお前、びっくりして急に急に急にでかい声で、急にやもん、急にでかい声で坂田さん、びっくりするな、びっくりします、普通に僕に入ってくれ、入ってくれでもないやろしね、そのまま大阪の、ああ大阪さん、大阪でずっとバラエティーを やってて、ほんで東京に去年出てきたディレクターがいるんですよ。で、あの大阪でも一緒に番組やらせてもらったりして、プライベートでもこう付き合ってご飯食べに行ったり飲みに行ったりみたいな、でっていう俺とそのディレクター関係があるんですけど、そのディレクターと一番仲いい芸人が、うん、フットボールアーののんちゃんですよ、のんちゃんとめちゃくちゃ仲良くて、それ、ディレクターが家族奥さんいて、5歳の息子さん2歳の娘さんっていう4人家族、今年の正月なんてハワイ旅行にその4人とのんちゃんが一緒に行くみたいな、それぐらいこう仲いいんですよ。で5歳の男の子がもうのんちゃんのんちゃん言って、もうすごい懐いて、でまだのんちゃんは東京で一人暮らし、トイプードルつくしっていうね、トイプードルを飼ってるんですよ。そのつくしをまたその兄弟が好きで、つくし君と遊びたい言って、のんちゃんの家行きたいとか言って、もうすごい仲いい、ね、東京に引っ越しても落ち着いたんで、一回ジュニアさんも遊びに来てくださいよっつって、そのディレクターの家に俺行ったんです、うん、で5歳の男の子、お父さんと一緒に仕事してる人やって言うんで、うん、テレビを見てくれてて、うん、まあ、5歳ですけど、しかジュニアさん、あこんにちはみたいな感じやけど、パパ今日はのんちゃん来ないのとか、えその日の夕方のんちゃんの家行って、そんでのんちゃんと一緒にご飯食べに行こうということで、あの夕方のんちゃんの家行く、やったーのんちゃんに会えるみたいな、まだのんちゃんのとこ行かないの、つくし君と早く遊びたいみたいなね、ちょっと嫉妬するぐらいの、もうちょっと俺しがんでよみたいな、全然まだ味してるでしょみたいな感じだけど、いやのんちゃんのほなもうぼちぼち行こうかー言って、のんちゃんの家行って、ほんで犬出てきて、うわつくし君とか言って、ほんでじゃあ焼肉屋行きましょうって、みんなで焼肉屋行ったんです。ほんで普通に食べてたら、のんちゃんがなんか座敷の焼肉屋さんでなんか落としたかなんかで、パッて頭下げたんですよ。ほんなら、まあもちろん皆さんご存知の通り、もう思いっきり上げてるわけですよ、のんちゃん。その5歳の子初めて見たの、その今までずっと見上げてるから、そののんちゃんのこれを初めて見たところを俺もろに見てもうたんですけど、5歳の男の子がって5秒ぐらい、マジで意味わかりますあってなってはあってなって、そうかもね、コースターをのんちゃんの頭頂部にこう当てるやらしてみてくれ、なんかそのサゴジョーかもう見たくないっていうことなのか、隠さないとみんなにバレると思ったのか、なんかわかるけど、コースターでそれをずっとこう隠し出したんですよ。ほらのんちゃん気づいてるから、何してんの、そっか、何してんの、何してんのって言って、そっからそんだけずっとのんちゃんに懐いてたその子、そっからのんちゃんのことを毒キノコって呼び出したんです。すごい言うな大逆転、すごかったで、あの顔、毒キノコこれ焼けてるよ冷た、冷た、毒キノコ明日仕事なの、うわ怖っ、毒キノコが焼けてるみたいな、そうやな、会話はしてくれるんですね、そうか、でもそうかもね、これそこにしてね、今日はでもいい感じで、してますよね。そっか。キム、駐車場のもう係員やってはんねやったら車の構造も知っといてくださいということで、年配の方でね。始まりかららしい。この後初代 MVS 木村雄一。人志松本の滑らない話10周年おめでとうございます。人志松本の滑らない話10周年おめでとうございます。10周年おめでとうございます。駐車場のもう
係員やってはんやったら車の構造も知っといてくださいということで、年配の方でね、始まりかららしい前回です。いやいや、もうでももうほんま、あの最後僕はもう今からなんねんって言ったという話なんですけど、あるロケであのここのホテルの駐車場入れてください言って、女もゲート開いてベテランと見える制服着た警備の方がこちらどうぞ、もうあの柵も何もないんです、もうあの四角い地面に車の方が書いてるだけの、もう全然広いんです。でこう車こう前出して前出して斜めにちょっと行って、ケツからこうこう行って、おら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 、もうここまで来た時に運転手がスタップ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 言いよるんですよ。何ですかって言って窓開けたら、まっすぐ入れてくださいって言うんですよ。今から何年出た今から何年それしか考えられない構造上ね、こう行くわけないよ。そうですね、だから前タイヤ曲がってんねんから、こう行くと思ってそれはそうですね。何やこのこれが世に言う今からなんだって止めてね、駐車券いやもうあの私がやりますで、駐車券のとこずっとなんか待っとるんですけど、上から出てきてデコ当たっとる初めて初日やこれすごかったね。すごかったですよ。なんかこうジュニアってほらあのトークが前にどんどん出てる感じ、なんかちょっとトークだけでもない、ね、新たなちょっとジュニアやなと思って、面白かったよね。で結果皆さん R1 ご覧になりました。はい。ね。言うたでしょ。いやまあね。ねと。そらそう。そらそう。ね。僕ねあの R1 のねちょっと前に宮田がちょっと怒ったったのよ。はいはいはい。金を全然返せへんねんな俺に。でもうそれ何度言うても返せへんから。結構俺強めに怒ったのよ。ほら、なんか R1 でバタバタ、金はあるんですけど、はい、R1 でバタバタしててみたいな感じ言うね、はいはいはい、結局後で聞いたらやっぱ金なかったのよ。はい、なんか R1 のせいにして逃げ回ってたのよ、はいはいはい。でも R1 が終わったらみたいなことも言うてたのよ、はい。そんなことも合わせて、あいつ結局敗者復活になったでしょ、はい、R1、はい。で、敗者復活になったけど、結局決勝にすら残れなくて、ああいうことになったじゃないですか。はいはい、ほんでそれをね、あの後すぐに俺とかメールしてきて。はい、お金を返せなかったこと、 R1 で結局敗者復活 で出れなかったこと、全て僕の責任で、いやそりゃそうやろお前以外誰が責任だやし、登場人物一人ですか、お前しか俺しかやし、関係ないですから、ね、関係ないですから、ね、お金とは R1 はだって全て私のせいで言う時は82とか64の時に使うことかじゃなくて10-0で言われてもおんってなる三人称ですね、誰もかばえてない普通ね、だから出られへんかったからお金もすいません、いや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 違う、そういうあのおかしなメールがたまに来るんですよ、年末もジュニア俺やったよ、笑ってはいけないで、俺ほんと頑張った、爆笑取ったよ、俺やったよ、今度会ったら褒めてくれよなって言って、うん、オンエア見たら美和さん一言も喋ってない何だよ、かなり手応えあったみたいですけどね、だから俺現場おったけどそんな使える話をしてないんやからジュニアの話には僕もいろいろ困らされましたね、出てへんとこでね、あ結構まあ僕これ出てへん時に名前出んの一番多いんじゃないですかね、電気屋さんで最初の頃あのですね、あの我々の先輩で、うん、あの木村雄一さんっていう方がおられるんですけど、あの方本当にもうすごくきっちり何事もしてはって、っていうね、あの先輩の代表みたいなのがありますよ、はい、その木村さんがですね、ちょっと加湿器を買いに行くんで、ちょっと順についてきてくれって、僕電気屋までついて行ったんですよ、で、あこの加湿器ええな、俺じゃあこれ買うわって、店員さんごめんなさいこれくださいって言ったら、店員さんがですね、はい、あのこちら青色とピンク色がございますけれども、はい、どちらにしましょうって言われた瞬間に、キム兄が、考えたがれろ言って、なんで40過ぎた男が家にピンク色の加湿器買うねん、
青に決まってるやろ言うてるキム兄が真っピンクのポロシャツ着てる。まあ、ルミネの合間に電気加湿器買いに行って誰がおめピンク買うねん言うてピンクのポロシャツ着てたとかいろいろあったが、その電気屋あの嫁さんと洗濯機かなんか買いに行ったんですよ、何年か前ですよ。なんかね、なんか店員がね半笑いでね、白と黒ぐらいしかないですけどいいっすかみたいなこと言うとんねん、何言うとん、当たり前やんけ思いながら買うて帰ってきて、何やさっきの店員言うた嫁さんが、多分あのジュニアさんのあの加湿器の話のこと言ってんじゃないとか、いやいやいや言いながら、それからなんかもう電気屋行く時も服の色家で選ばなあかんし、ちょっと厳しいですね、あんま派手な色着てきたらあかんし。さあでは続いて、はい、小籔和豊さんでございます。私この顔嫌や言うズボンパッと履いたら半ズボンやそばやん。お前何しに来てん。何やそんな。お疲れ様。よう押せたの。これまで37話の滑らない話をしてもらう、後からね、小籔は37話か知らんけど、とにかく一個一個が長いから、これはね一番長いかもしれない。尺だけ出たら90話ぐらいいってるかも分かりませんけど、あの昔の iPod やったらもう入れへん。ギガ少なかったらすいません、もうご迷惑おかけしております。 いつも小籔和豊の最もリクエストが多かった珠玉の一話はこの話。なんかこんな声出るみたいなあの感じの、はい、こんな声が出るのんていう、はい、というかまあ何ですか、そんな感じで声出るみたいな感じなんですけど、僕の嫁はんが、まあ、僕付き合ってた時にスノボー結構好き で嫁はんよく行くんですけど、で、まあ、僕もスノボーやってたんですが、まあ、こういう仕事してたんでなかなか行けない。でも嫁はんの弟がもう大学時代そういうスノボーのサークル入っててフルフェイスかぶってバーってもう変なんですか、こんなジャンプしたりとかするぐらい上手で、もう一冬にめちゃめちゃ行く弟だったんですよ。その弟たちが行く車に、嫁はんが乗っけてもらって一緒に行ったりとかしてて、で僕も休み終わったからその乗っけてもらって、僕らカップルと弟含めた男3人5人でそのスキーのところに行くというのがあったんですけど、で弟に私乗っけてもらうけどあんたも行くみたいな、ああほんだもう行こうか、でもちょっとこの世界で、おるとですね、この一般の方とちょっと旅行に行くっていうのはちょっとこう僕ら抵抗あるというか、嫁はんの弟の、うん友達ってなったらなんか向こうでなんかいっぱい喋ったりせなあかんのかなとか、まあ言うたらおもんないこと言うてきたりとかするのもいなさなあかんのかなとか、やっぱり厳しそう。でもまあ一般の方はそう思わないですけど、でもやっぱり嫌じゃないですか、大体彼女の友達と会うのも嫌やのに。まあでも嫁はんもスノボ行きたい言うてるし、まあたまには嫁はん候補というか彼女候補しようかいうことで、まあごめんなーってのっけてもらいますって言ったら、ほんなら弟同い年の友達おって、もうこの子もスノボ上手なんですけど、その先輩と呼ばれる一人がおったんですけど、それ僕と同いなんですけど、まあその同じサークル入ってたみたいで、ほんで今日すみませんみたいな、お願いしますはいみたいな、で向こうはちょっとまあ僕全然売れない芸人なんですけど、一応俺の姉ちゃんの彼氏は芸人で、あちょっとだけテレビで見たことあるみたいな雰囲気になってます。でも僕はもう芸人と喋るときは結構電源オンにするんですけど、一般の方と会うとき電源オフにするんですよ。そんな別にわーってこう喋ることもなく、もう走で乗っけてもらってるからもうそーっとおる感じなんですけど、ほんで嫁はんと僕は一番後ろにおって、嫁はんでちょっとこそこそ喋ったり、まあ喋らへんかったり、ほんなら弟が運転して先輩が助手席なんですけど、まあ最初その先輩というのがどうやらリーダーっぽいんですけど、まあ芸人が同じ車乗ってるということで最初ものすごい様子見なんですよ。普段はもうわーわー言うてるんでしょうけども、弟は僕と慣れてるから結構振るんですけど、おーみたいな、なんかどうのこうのこうのみたいな、そうやなとか言うてるんですけど、たまにもう30分に1回ぐらい、あれでも小籔さんってあれ吉本ってほんまにギャラ安いってほんまなんですかみたいな、あそうですね、僕ら全然売れてないから本当に安いですね、よその事務所とかちょっと僕知らないですけど、でまたちゃう話になって、でまあ他、先輩誰会ったことありますテレビ出てる人とか、あまあこんな人とかは会ったことありますけど、あこの人はいや会ったことないですね、へえとか、ほんなら芸人やから結構喋ってくるんかなっていう感じでパンパンでジャブくるんですけど、僕は全然もう電源多いですから、ね、もうスッスぐらい避けて受け答えだけして、あなたと別にそんな面白い話のディスカッションする気はないですよっていう、なんでやねん
なんでやねん。いや、そんなね、まあ、満勤で喋って滑っても嫌やし、だからね、もう嫌やと僕はもう閉ざしてた。何回30分2回来るけど、はい、まだまあ経費になった。そしたら僕が電源オフにしてるし、芸人にもちょっと勝てるんちゃうかと思ってるようなタイプやったんで、だんだん車がそのスキー場に近づくにつれてだんだん声大きくなってきて、うん、こう、ま、なんですか、回し出すというか、うん、その車の中をこう回し出すんですよ。弟をいじってみたり、後ろに座ってる連れをなんかふさしてみたり、ほんでなんかおもろい話みたいなしだして、ほんでこう、とかで後ろの連れに喋ってるのと見せかけて僕の方チラッと見てみたりとか、いやもうそんなん全然思んないぞと思いながらでそこで何をって言うて僕が面白い話することもなく僕はもう電源切ってたんですよ。送ってますからね。ほんだらもう向こうが、まあ助手席乗ってますけど、もうほんまだんじりの上乗ってるぐらいこう、ね、気持ちは向こうだんだんよっしゃ芸人黙らせたと、ね、俺はこの車で支配してるのは芸人ではない俺だみたいな感じで、もうこないしてるわけですよ。助手席ですがこうですけど、もうトークはもうこないなってるわけですよ。めっちゃ大きいこう夜中の3時ぐらいになってもずっとこのままで、もう我覇者なりみたいな感じでこう喋ってるわけですよ。で僕はまあちょっとうとうとしたんで、バーッて起きたらついて、ほんだらあの行きましょうかって、まあ、僕はもうおとなしい感じで、あ、じゃあお願いしますってバーって言ってたら、あの僕と嫁はんでリフト券をどうするかみたいな、1日券半日券といろいろあるんですけど、どうする、 もちろん1日券ではあるんですけど8,000円、1日滑るのかどうか分からへん工程が、だからどうするって言ったら、もちろん1日券しちゃうみたいなことをそのだんじり野郎が言うわけですよね。うん、あ、まあ、こっちで喋ってるだけやの、まあまあ上手やし、その3人はほんなら、まあ俺らもそうしようかって思ったんです。ほんだらまあその僕らが先に乗ってわーって上まで行って、もう向こう3人もわーって乗ってくるんです。僕らは下手くそですからシャーッと滑って終わりなんですけど、そこはあのジャンプ台があるようなスノーボードのところで、僕らバーッて下行ったら、ジャンプするところにちょっと人だかりがあって、こう行ってここで止まるんですよ。順番にこうジャンプしていくみたいな、僕らバーッて下から見てたんですよ。あ、ほんだら弟とかもバーッて行って、次弟の番や思ったらフルフェスバーッてかぶってシャーって滑ってくるんですよ。ほんで一回こうジャンプ台下から見てるから一瞬弟消えるんですよ、うん、ガーッと一瞬消えてパッて出てきたら、もういきなりぐるって回ってるんですよ、うん、でクラ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 ズダーン言うて、おおすごいな健太と、ほんで嫁はんもさ上手やなって言うて、次その弟の友達の子ですね、バーって、ああの子やバーって一瞬消えてファッて言ったら、もういきなりボードを掴んでこんな感じで来るんですよ、うん、めっちゃかっこええな、やっぱすごいやん。まず言うてた、だんじり先輩の番、だんじりじゃないけどね、だんじり野郎の番で、あ、まあでも上手なのな、こうやって見てたらファーって言って一瞬消えたんですよ。パッて出てきたら気をつけして空向いてたんですよ。何ですかこう平らにザッて出てきたら、ボードがこっち向いてて体がまっすぐ上向いた状態、ファーって出てきたんですよ。えっと思ったら、そのままダーンしてズザズザー言って、そのまま動かへんようになったんですよ。腰骨にやっちゃったんですよ。ほんで生き死なあんだけだんじりで騒いでたのに、もう今動かないやんこの人と思って、僕も笑けてお前悪いわその時は腰骨にやったとは思わないですから、うまいうまい失敗しただけやったから笑うて、何やねんあれっつって、嫁はんも半笑いなんですけど、まあ半分はやっぱあのええやつなんで、いやこれいけるとか言ったら、弟たちがバーってボードを下ろしてガーって走っていったんですよ。ほんだらもうズザーってなったまま、そのだんじりやらこのままなんですよ。遠くで見てて、ええー、思って、もう全然立ち上がれへんし、もう気をつけて落ちたまま、僕は半人明け、これでもどうなんねん思ってこう見てたら、ワン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 言って、そのなんだジェットスキーみたいなやつが来て、もうだんじり野郎乗っけてそのままファーって行ったんですよ。えっとこれリフト券1日券もちろん1日券っしょって言ったら、いやいや一本8,000円やん、よう言うたなこと言われてたんですよ。そんな時はそこどことは分からんやんけ。もちろんそうです。だから本当にえっと待って、これ一本8,000円めっちゃおもろいねなんやあれ思って僕笑けとったんです。ほんで弟たちがバーって行って、まあ、病院まで送っていくわって、ええ、ほんで俺らも帰ろうかって、いやええ、もう滑っとってってまた戻ってくるから、いやええの言って、いやほんまええ、まあ、先輩だけちょっと病院連れて行くからって行ったんです。で
僕と嫁はんが、まあ、僕は笑いながらですけど、嫁はんもあんた笑いない言いながらちょっと笑ってたんですけどでも心配やなと、一応やっぱりね、これどうなんやろ、帰ってきてほんならすぐ帰るってことなんの、ほんなら今のうち滑っとこうかってバー滑ってたら弟たちが来たんですよ。おいそんな帰るかって、いやいやいやもう滑るっつって、えなんでっつって、え先輩はいや車で寝てるって、え何って、腰が捻挫か打撲か骨折かなんかそう忘れましたけど、結構その立たれへんぐらいになったと。で、あの、まあ、病院行ったら治るけど、みたいな。え、そうやったらもう早く帰ったった方がええんちゃう、さすがに僕も言うたんですけど、ええ、もうみんな来たし、もう先輩もええって言ってるから、ええねん。ええの？いや、まあ、こんなもんやねん。俺らは、みたいな。あ、そうなん。で、まあ、滑って。ほんで、僕、滑ってたら熱なってきたから、一枚脱ぐわ。車帰って、一枚置きに行くわって、嫁はんと言って、ほんなら僕と嫁はんでバーって行こうと思ったんですけど、もう、だんじりやろがおるんですよね、車の中で。まあ、一応やっぱ、終わろうとあかんと。絶対笑うとダメじゃないですか。ここはまあその別に悪い人じゃないんで、僕も心配してる気持ちは 5% ぐらいやっぱあるから。やっぱり僕は笑うとあかん。で嫁はんも笑いない。いやそれはそうや。これは絶対笑い。ほんで僕その寝てるって言ったから寝てたらあかんし、後ろカチャって開けてワンボックスですけど、ガギーって開けて。ほんでこう漫画みたいなのを読んであったんですよ。でも弟たちが暇やろということでこんだけの雑誌をその置いてあってこう読んであったんです。ガチャって開けたらんってなったから、僕が大丈夫ですかって言うたら、ほんまほんまそーっとした声とか大丈夫ですかっておーって言ってたんですよ。もう大丈夫ですかって言ったらおーってもうオカリナをそーっと吹いた時みたいなポーっていう音みたいな声が女子からポーってこうなって、もうめっちゃ笑いそうになってそんな声出るわ、もうそーっとすぎるやろ痛いね、響くね、で出したら息すらそれが走馬灯のように振り返ったら息すらの車で感じやってないねん、それもそれお前やよ、僕が見た感じでもう回して我はもう相当な司会者なりという感じでお前のイメージやろ、もう弟をいじる、連れもいじる、おもろい話して僕の顔見る、やってたこととか、もちろん一日検証とか、出てきた時にもう空向いてたんとか思い出した、あんだけ勢い気もあったのに大丈夫ですかやったおーおーおーやで、そーっとオカリナ吹くな、吹いてない、あんな声出んねや、お前あれは僕、あれから僕スノーボードやめましたあなた嫌いか小籔、お前はお前はおもろいけど悪いわいやいや、あ嫁はんも笑ってましたから、ちょっとだけ嫁はんもちょっとだけ笑ってましたどう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 した聞かせてくれよ、どうした、あのね、どうしたどうしたいや、あのねうちの姉が、レズなんですよおう、うん、はい、もともとそれ言うたらあかんやろ、怒られるんだよ、あとから問題があったらしいやんか、それ、まあ、あのまあ僕の身内ごとなんですけど、姉がレズですマジでものすごい件数お姉から電話がかかってきてるんですよ、なっちゅうこと言うんじゃん、お前はこらーって言うて、あのな、中二の娘がおんねん、いよいよ分かるぞ、レズかどうかっちゅうのもこらーって言うて、串立てて、いい感じしとけ、もうほんまにこのクソなげや、ほんまに嘘ならええけどな、え、嘘ねメールの絵文字で包丁初めて見たえらいことある、ほんとにえらいことある、やめろ、それ言うな、言ってるだろ、いや、ただこれ、もうすいません、このアナレズ封印したいので、もうすいません、じゃあ言わせていただきます、あー言って、実はそのジュニアさんにも見ていただいたんですよ、はい、長々としたメールです、はい、包丁の絵を見たのも初めて、僕も初めてでした、はい、その後にあの世界、こんなわけあのー、ガキの頃に、近所で
希望総連っていうあだ名の評判のおじさんがおったんですよ。なんでなんで希望総連なんか言ったら、僕ら公園で草野球とかするじゃない、草野球でもまあその定休野球で、うん、ほんなら、うん、お前ちょっと来いってそこにもう下がってきて、お前そのキャッチャーやってるお前ちょっと来いとか言って、うんうん、で、こんなん殺すとか言ってお前こっち来いな、小学生でビビりまくれんだよ、ビビるね、やばい殺される思って、うん、とりあえずバーってこうバットとか置いていったらガバッて抱え上げて、希望ソーレンって歌ってポン放り出すんですよ。そういうおっさんがおったんですよ。でたまに小学生の背高いやつおるじゃないですか、もう175を超えてるぐらい、うん、そうおっさんちょっと小柄なんで、うん、そういう時はお前ちょっとこうやってて、うん、ちょっともうせえみたいな、うんうん、で両手両足つかして、うんうん、ほんなキーボードみたいにそれで、うん、希望ソーレンって背中でやるんですよね、うんうわこのおっさん怖いなと思ってたんですよ。でももうその怖いな、はい、なんか怖いな、そういうのな、現れへんの待つしかねえ。なんか言葉自体も怖いなんですか、希望総連なんか怖いな、はい、なんか組織のもんかなと思ってたんですよ。で時は流れて僕中学生になって、あの公園とまだもしかして希望総連のおっさんおんのかなと思って、ある日、はい、思いついて思って、ちょっと見に行こう思って、今やったら怖ないし思って、うん、チャリンコでバーって行って見てたら、うん、子供たちが野球やってるんですよ。うん、来よったんですよ、希望総連に。まだやってんねや思って、もう5年以上経ってんのに思って、うん。で、いつものようにパッと子供抱えて、うん、ギターみたいにして歌ってるのを、うん、中学になって改めて気づいたんですけど、うん、実は希望総連じゃなくて、うん、キープオンソウルトレインって歌ってたんですよ。英語分かるようになったら、実はキープオンソウルトレイン。結構なんかいい感じの歌詞だよ。学がなかったから、そうなんですよ、わからんかったんや、すごいこと教えてもらったんかな、はい、いよっ、はい、これは松本さんの話なんですけど、はい、うん、一緒に沖縄旅行に行ったんですね、はい、で、今日何しようってなって、うん、なら、ちょっとスキューバーダイビング、はい、ああ、シュノーケリング、はいはい、シュノーケリングしようってなって、で、行こうか、言うて行ったんですね。で、ウェットスーツ着て、フィン持って、ほんで、水中メガネと、シュノーケル持って、こう歩いて行ったんですよ。で、結構そこ、すごいところで、鍾乳洞から海に出るスキューバーやったんですよね。シュノーケリングね。ほんで、もうすっごい、怖いんですよ。その、鍾乳洞の中入っていた暗いしね、ジメジメしてて、なんかもうほんま、コウモリでもいんのちゃうかなとか、なんか怖なってて、で、とりあえずそこまで行ったんですよ。ほら、兄さんもちょっとなんかこう、夏やし暑かってウェットスーツなんかちょっともうめんどくさそうやったんですよ。どこまで行くねん、これ、みたいな。で、ちょっと僕ら気ぃつこうって見てたんですよ。ほんなら、着きましたと。で、鍾乳洞の中から、こっから、潜りましょうと。じゃあ、ここでちょっとフィンつけてください、言うて、僕らはこう、一番下のその水のとこまで降りて、その中でこうつけてたんですよ。ほな、兄さんが、なんかもうちょっと、もうイラッときはったんですかね。もうこのままちょっと飛び込んでいい言って。あ、いいですよって言って。で、その、真っ暗のとこ、ボーン飛び込まはったんですよ。ほんで、ウェットスーツ着てるから、多分そんな潜らへん思ったんですよね。沈んでいかへん思ったんですよね。でも、パーンって言ったら、ブク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 って、兄さんが、ブクブクブク、沈んでいかはったんですよ。あれと思って、僕も怖なって、ほんなら上がってくる兄さんの手がもう焦ってるんですよ。って。ほんで、うわっと思って、これ俺なんて言ったらええんやろって、やっぱり緊張しますよね、後輩は。で、ザブーン上がってきはったんですよ。ほんで兄さんもその動揺をちょっと隠そうと思はったんでしょうね。言わはったのが、まあまあしよっからいな。何それ兄さん、どうやって動揺してやるの思って。で、僕もなんかこうやって、ああ、なかなかしょうがないですねって言うたって言われた。そうやねんな。俺スキューバの時もソーセージ握りつぶしてたから。今朝のえらい魚寄ってくんなんから、こうやって握りつぶしてたから。ほらほらほら、ちょっと偏りますね。まだ出てない、出てます、出てないもんな。僕は一回も当たってないんですけど、なぜか僕に金分が止まる。どこにおるの、この
ままどこに生きてるから、ね、こんなことあるんですか。スタジオで金物初めて見た。すげえな。僕もここにずっと金物あら金物そうか、ちょっと高橋出してやりたいねんけど。そうですね。さあ今日いい感じでばらけてます。どうしましょうか。うん、じゃあ僕言っておきますか。お願いします。皆さん、あのゾウさんの歌ご存知ですか。童謡ですよね。ゾウさんゾウさんお花が長いのね、そうよ母さんも長いのよっていうやつですよね。で僕あれ前からちょっと不思議に思ってたんですけど、お花が長いのねってじゃあ言った。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。そうよ母さんも長いのよって言ったんだとしたら、もうそれ鼻が長いよりそっちの方が事件だよね。そうですね。皆さん、あのゾウさんの歌ご存知ですか。童謡ですよね。ゾウさんゾウさんお花が長いのね、そうよ母さんも長いのよっていうやつですよね。で僕あれ前からちょっと不思議に思ってたんですけど、なんかこういまいち情景が見えないな、うん、誰が誰に向かって誰が答えてこどういう歌なんかなって、うん、昔から気になってたんですよ。はい、まあじゃあ例えば人間の子供が動物園に行ってですよ、うん、でゾウさんを見て、はい、ゾウさんゾウさんお花が長いのねってじゃあ言ったのかな、うん、でゾウがそうよ母さんも長いのよって言ったんだとしたら、はい、もうそれ鼻が長いよりそっちの方が事件だよね。そうですね。そうですよね、はい、かもしれへんし、もしかしたらそうよ母さんも長いのよと歌いながらご本人さん登場みたいに象の母さんが入ってきたのか。どっちなんや分からんぞ、はい、っていうのもあるよね、はい、その前にゾウがもう歌った赤いのに乗ってきたら、はい、なんでゾウがメロディー知ってんねんっていうのもあるし、はい、ってことは僕はゾウさんゾウさんお花が長いのねって言ったこの子供は、まあ、女の子か男の子か分かんないですけど、はい、横のお母さんに言ったんじゃない、うん、あなるほど、うん、そっちの方が多分つじつまは、はい、でもそれだったらそのゾウさんの鼻が長いっていうことゾウさんゾウさんというよりも母さんゾウさんって言わないと状況見えへんねん。でお母さんもそうよゾウさんのお母さんも長いのねって言わないと、はい、母さんも長いのよって言うたら、はい、横のおかんの鼻がバーン長いのよ。めっちゃ怖いよね。それを僕は飲んでる先でなんか後輩とそんな話をしてたんだ、はい、そしたらそのうちの一人の後輩が、あ僕あのゾウさんの歌を作ったお孫さん知り合いなんですよ。ちょっと電話してみていいですか。いや、ええよええよ、その別にそんなええよ、そのたわいのない話やから。いや、ちょっと電話してみますって電話したら、すぐ電話出て、来たいって言ってるって。おい。マジか。待つわ。ほんで来て、今言うた一連の話を、まあ、女女性でしたよ。人間性の話を聞きしたんですよ、はい、その人はずっと本当に静かに聞いてくれて、はい、でただあの一ついいですかって、はい、あのうちのおじいちゃん作曲の方なんです。メロディーのそれは一つなんで来たんや。メロディーはいい、なんでメロディーはいい、メロディーは分からん、そこメロディーは歌ってるからこっちは違う、違う、ごめんっていう話。ごめんもおかしい、なんで来たんやろ、なんで来たんや、なんで電話したんや。でもすごいですねそういう発想がね。いや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 、前ちょっと思えたらほんと艶消しですけど短くしますけど、カモシカのような足とか、なんだご存知なんですか。いやだそういうのやっぱ覚えるんですよ、はあ、どこがかっこいいんだと、全然細くないじゃないかとか、はあ、ああいうのがさ僕ね好きなのはね、はあ、例えば湖畔の道路があると、はあ、そこに細い道から結構なスポーツカーがゆっくりと慎重な若い男のドライバーが出ていく、はあ、こうやって見て鏡だけじゃ信用できないで自分の肉眼でドアミラーも信用しないかのようにツンツンツンと 1ミリぐらいずつ車を出していく、はあ、そうやって首を長くしてこうやって見る、で車がぶつからないようにまだ出ないまだ発進しないって形でもう気がついたらボディの半分以上が出ていると、はい、これはおかしいと、こんな風にいくら首を伸ばしたってボディが先にボンネットからずっと先がこんなに出てるようだとかえって危ないんだから手前に車止めて自分で降りて見に行けっていう話したでしょ、はい、僕ね笑えないんですよ感動して、なるほ
そこにだって全然気づかないで自分もそういうことやったりしてるから全く意味のないことを信じきってやってたんだっていうところがコペニクス的展開すごい。いやいやいや、いや、ほんとにすごい、恥ずかしいわ。だから僕はまっちゃんのおしゃれで笑わずに分析しちゃうんですよ。分析これでもいいことなんですかね。いや、どうなんでしょうね。素晴らしい。だから分析するっていうのは良くないのかもしれないけど、やっぱそういうふうに人を考えさせますよ。昔言ってましたね、カモシカのような足はおかしいと、うん、はいはい、カモシカの足のような足と言えそうじゃないとここにカモシカがついてるのか、全部ね、頭も全部あるから、ね、それを覚えてらっしゃる。いや、それを覚えてると思う。でも、ようなっていうのも今で言えば正確無比だけど、報道用語っていうのはそのようなが多すぎるんですよ。犯行に使われた凶器はバールのようなもので、ね、ハンマーのようなものでって、ハンマー映ってんだから。だけど警察の発表が正式じゃないからのようなものと見られています。誰が見てんだって話でしょ。だからそれも言いたいけど言えない。言いたい。犯行に使われた凶器はこういうのって出てるんだけど、それを絶対特定しないでくださいって言うから、金槌以上ナタ未満って言ってみようかとか言って喧嘩なんですよ。とにかく言ってもいいけど見られているって必ず溜まってたんですね。12年それですから。12年あのすいません、もうサイコロ5回分喋ってます。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。サイコロ回ってた。あ、おじゃ、あのうちの親父の話になるんですけど、僕あの小学校2年の時に信州の新穂高かなんか初めて家族旅行で行ったんですよ、うん、で結構冬の1月後半ぐらいで、うん、まあ、雪も積もってて、はいはい、で夜に親父が露天風呂行こう、うん、で露天風呂行ったんですよ、うん、ほんなもうやっぱ木とか埋まってるんですけど、もう雪景色で、うん、多分雪をこう雪かきみたいにして溜めたこう山がこっもりあったんですよね、うん、ほんで親父と使ってて、もう暑いから、子供が暑いから出ようと思ったら、もう親父にバッと「あかんあかん、まだまだ」って言われて、それが3回ぐらいあって、ほんで「もうお父ちゃんあかんわ、それがこれがその時の楽しみはこれや」言うて親父が立ち上がって、その雪山にバサーって行ったんですよ、うん、ほんなら凍っててズルズルになって血まみれになって、ほんで温泉でのぼせてるからほんまに「痛い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 」って言うて、親父が寄ってくるもんやからもう怖くて怖くて、もう怖いわ、血まみれです、ほんまに。怖い怖い、怖いなぁ。カチカチに凍ってて、また斜面やからズボッと行って、もうここやろ、うん、それは絶対そんな話になりたないわ、もう難しい。そうですね。まあ本当これももう短い話ですけど、はいはいはい、ちょっと前ですけど、はい、うちの残念な兄と大阪に仕事新幹線で向かってまして、はい、もうえらいよー寝よるんですよ、うんうん、ね、寝てるんで新幹線着いたんで、うん、おい着いたでー言って、そしたら、ありがとう言って、うん、ジャンプと切符持って駅員にジャンプ渡してました。すごいなー、すごいなー。残念ね、残念です。なんぼやねんと、ね、東京は大阪は安いですね。安いね。そんなです。200いくら。あ、二回目。はい。あの、まあ、後輩なんですけど、うん、まあ、あのお前見てんのか、お前。見てんのか。聞いてたんか。分かってんのかっていうね、もうこれね。2時に来いと、昼の休みの日に、うん、飯行ったりいろいろしようと、うん、で1時半過ぎに電話かかってきて、あのなんでやねん思ったんですけど、今あの中目黒駅に着きましたんで今からあの行きます、ああ、うん、まだ2時やんけと思って来て待ってたんです。ほんなら1時、まあ、駅からそんなかからない1時50分ぐらいにピンポーンで、早い、ちょっと早いなと思ってちょっとチェーンかけたまま2時やパッて閉めたんですで、すいません言うとんのを、まあ、まあ聞きながら着替えて2時に出て行って、はい、で車乗れやって言ったら、あの何食う言ったら、あの早く着いたんだよね、駅前でそば食べてきました。はあ、お前今からお前、まあ、2時やけど、うん、この世界別に今もう起きんの昼ぐらいやんけと、うん、お前食べてきてたら食べへんことしかできへんやんけ、
食べんと来てたら食べることも食べんこともできるやんけ言って、すいませんお前彼女とデートで2時に待ち合わせたら食うてくるか、いや行かないとそういうことやろ言って、もうええわお前そのそば食うたか知らんけど俺腹減ってねえからもうちょ俺ラーメン食いたいわ、お前悪いけど餃子かなんか食うとけ、いやあの大丈夫です行きます、いやそりゃそうや言ってラーメン屋行って、すいませんもうラーメン言ってお前も餃子か言って俺もちょっとぐらい手伝えるわ、いやあの僕もラーメンだあとライスはあ僕あのラーメン頼んだらあのライス言うことに決めてるんです、そうなん食べれんやったらええけど食べて、ああ決めた腹立つと思いながら、まあ、まあ車乗ってどこ行こうって、ちょっと羽田の近くの海浜公園みたいなところ行くの好きなんですよ、で横乗してキスかなんかかけながら行ってたらこう助手席ちょっとこう肘をねあの窓のところにこう置いてねこうやってリズム取っとるんですよ、腹立つ肘だけは言ったけどこのリズムがさなんかまあまあ先輩の曲でみたいな、まあええねんけど俺の曲ちゃう曲で先輩車の曲でいいんですけど、そのそばがあるっていうのもまあまあ組んでいただきたいで、行ってであのテトラポットみたいな海岸のところ通ったらなんか猫子猫なんかおったんですよ、ほんでうわうわ捨て猫かなみたいなミャミャ言ってて、まあ、それ見ながらそれはまあ触れずに行ったんです、そいつも見とったんです、うん、見てんの一時ワンデーか見てたんで飛行機がこう着陸するのを見るんですけど、全日空が結構着陸してたんで、うん、まあまあ何も喋ることもないからどうでもええけどこれ全日空ばっかりなこれ言ってたんですよ、うん、ああそうですね言って、なんかその宮川大輔花子師匠の大輔師匠の、うん、まあ、マネージャーないですけども、うん、よう喋るなこれみたいな感じで、うん、まあ、また次全肉来たらどうでもいいよ全肉ばっかりなこれって言ってたら、うん、ああそうですね言ってで次ジャス来たの、当時ジャスってあのレインボーの機体のジャス来たの、これもう普通にもボケようかなみたいな、どうでもいいけど全肉ばっかりなこれ言ったら、ジャルですジャスや似てんのか言うて適当に言うなボケ言って もう帰ろう帰ろう言って言って、で猫のとこまだ通ってしばらくしたら「お前あれ猫かわいそうやな」言って、猫なあれ子猫あれ行さん生まれて捨て猫かなあれお前行さんおったやろ、はい2匹来ましたね4、5匹やどう考えても4、5匹や見てんのか兄見てんのか言うて乗れ帰るねやもう帰ろう帰りはもうあれやもう曲これちょっと腹立つもうやっぱ腹立つ市役所の落語や言うて落語バーンかけて運転したらしばらくして寝とるごっつ腹立つごっつ腹晩飯行かなかったですわかってないガムくれ車で言ったら飴じゃなくてですか、うん、ガムやわかってんのおるやろおるわそういうガムに飴じゃなくてガムですね何それすごいですねいやさすが板尾さんです、はい、僕の妹がですね、何年か前に結婚したんですけども名古屋の松川屋老舗という、まあ、おまんじゅう屋さん大きいとこなんですよ百貨店とかにも入ってるすごい大金持ちのところに嫁ぐことになったんですよね、であやりよったなと思ったんですけども、うちとしてはちょっと大騒ぎじゃないですか、はい、僕その時漫才師だったんですけども全然売れない漫才師、名古屋には名前とどろいていない髪の毛もアホみたいな金髪にしていると、はい、ちょっとこう妹にこう恥かかすなと、はい、向こうの旦那は言えばもう伝統芸能のなんか、クラブに入っててみたいなことになってるし、はい、もう全然ちょっと家柄が違うんですよ、はい、うわこれかなんなと思った時にあんたあの式出る時は略礼服着いやってお母に言われたんですよ、はい、略礼服って何やねん言ったら普通にスーツで行くんやろ若者は、はい、ちゃうねんこうここがちょっと太いやつあるじゃないですかおじさまが結婚式と着てるこうビロビロのそんな感じのこの襟のところのやつがあるとそんなんでいかなあかんのそれを
略礼服と言って、そうなんですか。でそういうのはもう行かなあかんねん、そうやったら失礼になるって言うたから、僕それちょっと嫌やな思ったんですけど、まあ妹に恥かかしてはいけないということで、ほんじゃまあ分かって行くわと。で親に金もろて、ほんで買いに行こうかな思ってバーって行ったらですね、百貨店とかってちょっと高いんですよね、まあ、ちょっとお前どうせ多分この時しか着いひんから安いの買おう思ってバーって行ったら、もうここの紳士服どうやって生計立ててんやろっていうぐらいのこう静かな紳士服屋さんあるじゃないですか、大阪の下町ですから。まあそこに見たら略礼服19,800円とかあったんですよ。あ、ちょうどええかな、これ行こう、すいませんって言ったら、あれ、どないしたん兄ちゃん、あの略礼服欲しいんですけど、あ、珍しいな、略礼服いうのはな、どんなところでも行ける、観光総裁全部行けるで、最近若いやつ聞いひんけどな、お前そんな何でそれいるねん、いや妹がこうこうこうでこういうことで、あ、そうか、それはもうな、恥かかしたらあかんな、お兄さんとして立派や、よっしゃ俺は見たろうでバーってやって、でこれでどうですか、あ、ほんならな、日曜日やろ結婚式は、その時金曜日やったんですけども、ほんまやったら明日もう一回取りに来てもらわなあかんけど、妹さんのためや、お前1時間どっかで飯食うてこい、俺がちゃっちゃってやってやな、裾バーってやっとったろかな、なあ、めでたいから俺やっとったろ、あ、おあれなんです、飯食いに行けって言って、僕も食べてたからちょっとお腹いっぱいやったんですけども、まあまあね、そこは食べてきますとは言うて、でまあ本屋で立ち読みして、ちょうど1時間ぐらい経ったかな、帰ってきた、お、食うてきたか、はい、まあ嘘つきながら、よっしゃこれできたぞ、妹さんによろしくな、立派な結婚式あげたるよ、わけわからんこと言われて、あ、わかりました。ほんで僕はまあ帰ってきたんですよね。ほんでこうできたか、うん、言って、ほんでまあ親とかさっき行くじゃないですか。で僕はあの近鉄電車というのに乗って一人だけ遅れてこうパーって行ったんですね。ほんだら小屋武家控え室みたいなとか、あの、あ、これここで着替えるの、いや着替えるのはな、5階のところにちっちゃいところあるからそこで着替えといて、ってもう大安の祝日ですから、もう大きいホテルに人ぐわおるんですよ、ね、あ、分かったわ、つってんでまあ着替えに行くと、ほんだら5畳ぐらいの狭い部屋に、そんなんあるって知らんかったんですけども、細長いこう鏡が、姿見がこう3つこうあるんですよね。僕入ったらおじさまたちがこう着替えてるわけですよ、はいはいはい、あ、こういうとこ着替えにはへえと思って、でこっちにおじさま、こっちにおじさま、1個空いてるから、ね、僕着替えよう思って、バーって全部脱いで、シャツ着た、ネクタイ着た、かかってる順番で普通ズボンやのに、なんかさっき上着たんですよ、で上着た、なんかパンチで変やなと思いながら、次ズボンパッて入ったら半ズボンやったんですよ。ここで消えてたんですよ。ここで。で、それが半ズボン用にシュッてなってるんじゃないから、うん、こういうので切ってるかも、ふわ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 してる。もう一瞬わからんくって、パッと入った時に、あれって。もう目の前銀色やったんですよ。銀色ってよ。で、パッて見たら、長ズボン、長ズボン、半ズボン。やかんわなうわ、どうしよう思って、完全に半ズボンで裏クリってなってグワ抜いたんですよ。ええねえそれ何やねんそれ、どういうことやねんと考えてるんですけど、もう式始まるからそんなん言うてられへんと、言うてられへんとどうでもええと、おっさんの腹立つ顔とかも思い出しましたけど、いや今はおっさんとりあえず置いとこう思って、この半ズボンどないしたらええねん、半ズボンで出ようか、いやそれはあかんとか、あ、もうおかんや、おかんしかないって電話して、もうおっさんとかもこうあってなってるんですよ。でもそれもハズイとかもそんな関係ない、おかん、あのな、略礼服半ズボンやねん。おかん、何言ってんの、長ズボンやから、いや違う、なその長ズボンが半ズボンやねん、何をわけわからん、あんたもうとりあえずおいで言って、わかった言って、ほんでもうその来たままブワーって行ったんですね。ほんでエレベーターこう待ってたら、もう子供たちが来てクスクスクス笑ってるんですよ。仮面仮面、そんなもん関係あるへんって、お前関係あるなんやお前、ちょっと子供に面識行ったりとかしてたから、でエレベーターブワー降りていったら、もう100人か200人ぐらいこう大きいロビーに人おるんですよ、何階上もあるから、そこを抜けないと小屋武家控え室行けないんですよ、ね、エレベーターの隙間からこの人見ながら、うわここ行くんかちょっと恥ずいな思ったんですけど、もう時間もだんだん迫ってると、はい、ほんでもうサササササって泥棒みたいな感じでサササササってこう早く行ったんですよね。そしたら、うわ半ズボンや半ズボンやってドバーンって言ってるんですよ。めっちゃ暑いな、そうだ、もうまたでかいから目立つぞ、相手方の親戚に見られたかなと思って、うわ見られたないなと思って、小屋武家控え室なんとかやってバッて開けたら、もうおっさんとか親戚のおっさんドカーン笑うて、半ズボンでこれかいや、ちょっと待ってくれと、いや、おもろいのは分かると意味分からんの分かるけど、もう笑うん、ちょっとやめてよってみんなもう、女お前なんか和豊が半ズボン履いとったのがそういう風に見えてくるわあはは言うて、もうお年玉くれたおっさんとかもだんだん腹立ってくるからそう、今までの思い出は関係ない、何笑ってんだお前みたいな、腹立つわな、親戚に満金で面識来た時あの時しかないですよ。ほんで
たらおかんが向こうからファー来て、あんたそんなんだから言うたやろ一回来とけ言うて、いやその今言うてもしゃあないやんけそんなもん、もう半ズボンやろ、いや半ズボンおかしいやんけって、俺に言うてもしゃあないやんけとかでわーっておかんと揉めてたら、その親戚の中での一番長老的なおじさんが、貸し衣装があるかなって言ったんですよ。渋っ、ね、ほんだら俺とおかんが、いやだからそんなんなって一瞬にしてこうお花畑の世界になったんですよ。まとまったんや、びっしゃよかったそうやわ、なるほど、ね、貸し衣装やわ言うていこうかな思ったら、また半ズボンのままさっきのロビー通らなかった戻らなかった、うわどうしよう、まあしゃあない、コソコソコソって言ったら、ほら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 ってドカーンってましたよ。一回通ってて半ズボンおったで、嘘つけそんなもん、半ズボンなんかおるわけないや、おんねんで、ほら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 って笑い倍になってるんですよ。ほんで貸し衣装のところ行って、まあ、借りて琴ノ木はいたんですけども、上と下がちょっと違う微妙な黒の違いでこう写真を撮ったという、何度も間に合いましたですけども、何なんやろ、後から電話したそう、すいませんってちょっと半ズボンやったんですけど、なんて言うんかなと思ったんですけど、木の上におっちゃんだ、あそうですかすいませんって、タメ口だったのもうすごい敬語で申し訳ない、すいません半ズボンですかすいません申し訳ございません、もう全部上も持ってきていただいたらさらに買えますんですいません、いやいやあのほんまに式終わったんでね、いやいや本当にあのもうすいませんでした申し訳ございません、でもどうしてこんなこと起こったんですかね、知らんがなそんなことなんでお前が俺こっちに疑問なんだなんででしょうねって言いましたけど僕結局行かずままでね、その質問は腹立つな、すごいな、つらかったです、行きます、お願いします、ね、星が出たらどうしようかっていうところあるんですが、行きます、はい、柏、はい、2019年に2019年あの映画ボヘミアン・ラプソディというのが公開されても大ブームになったじゃないですか、で僕はもともとクイーンが好きで、うん、あの映画見てさらにまあ好きになって、うん、まあなんか DVD とかブルーレイ出たら絶対買おうと、うん、まあ、映画はもうマジ映画館4回ぐらい見に行ったんですよ、ですごい好きで、あーと思って、で、夏ぐらいに結局ブルーレイが発売されます、うん、あそうなん出てんねやと思って久々に渋谷のタワーレコードさんに買いに行ったんですよ、うん、ほらね、結構1階が広いんですけど、うん、女子高生でギュウギュウやったんですよ、300人ぐらいの女子高生がぐわーいて、うん、ほんで何やろうなと思ったら、なんか日本の女性と韓国の女性アイドルなんかユニットの8人組 の、うん、なんかそのアイドルユニットのデビューの日みたいな、うんうん、CD シングルの発売日みたいな、だからそのタワレコにもその方々の綺麗なお姉ちゃんのこうパネルがバンバン並んでて、それと女子高生がこうパネルと写真撮ったりして、もうすっごい盛り上がってそうで、ギューギューなってて、あでも俺ボヘミアン・ラプソディやしと思いながらそこすり抜けていって4階の方まで行ったんですよ、でブルーレイそこ売ってるんで、ボヘミアン・ラプソディくださいって帰ったら、あこれあの特典がついてますと、これあの早期特典で勝った人にはフレディ・マーキュリーのポストカードがついてきますと、はい、で非売品ですと、めちゃくちゃ嬉しいなと、あそうなんですかありがとうございますってポストカードいただけますかって言ったら、なんか引換券をくれたんですよ、レシート、この特典引換券をこの特典引換カウンターに持って行ってくれたら、あのこれでチェンジになりますんで、あそうですかって、どこにあるんですかって、結局1階なんですよ、1階に、まあ、元戻って、あフレディ・マーキュリーのポストカードもらえるんやと思って行ったら、結局またぎゅうぎゅうで、はい、そこが混んでたんですよ、特典引き換えカウンターがめっちゃ混んでて、そのアイドルさんのシングルを買えば誰のが当たるか分かんないですけどポストカードがもらえます、でそれでめっちゃ並んでたんですよ、あそうなんや、うわめっちゃ時間もあれやけど、まあ30分ぐらい並んでもらえねえと、もうもらえ非売品やし、せっかくなもんはもらいたいなと思って、まあまあええか並ぼうかと思ってずっと並んでたんです、ギューッと女子高生で僕、まあ、おじさん一人こう並んでて、後ろもギューギューなってきて、30分ぐらい並んだら残り20人ぐらいになったんですよ、やったあと20人ぐらいなと思ってたら、なんかわーわー言うてんですよね、うん、あのそのファンの子たちが、そのアイドルのファンの子たちが誰が出たかをめっちゃ見てるんですよ、前の人が誰が出たんかわーみたいなって、うわあの人出てるみたいな、あれ出る、あれあの人出る、えあの人のあんなポストカードもあるんやみたいな、うわーなっててやばいと俺違うから俺フレディ・マーキュリーいやめっちゃ見られんちゃうとか思いながら もう自分の番どん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 続いていきますから、そう並んで、ほんで自分の番が来たんですよ、案の定8人ぐらいがこう見てるんですよ、何が出るの、ほんで渡したら向こうの引き換えの人ももうずっとアイドルのもんが来ると思ってるから、いきなりボヘミアン・ラプソディのやつ来たから、あ
少々お待ちくださいみたいな奥行ったんですよ、もう女子高生からしたらなんかすごいの出てレアなやつ出よったねみたいなリアクションちゃうから店員が奥行ってとんでもないレアなやつ出るぜみたいになってお待たせしましたってパッと見るともうタンクトップひげおじさんじゃないですかそれがもう恥ずかしくてすぐ入れたんですけど女子高生がえ何あれひげ生えてなかったひげ何グラサンしてね誰誰のレアみたいになってすっごい恥ずかしい思いしたっていうもうめっちゃ恥ずかしいですよねももみ怖いねももみ怖いね将来が楽しみやなももみちゃんじゃあ行きます。はいはい行きますか。はい。まあ、これも5、6年前の話で、ちょっとルミネの劇場で、まあ一人でぼーっと座ってたら、花丸さんが、なんか結構神妙な面持ちで入ってきたんですよ。で川島君ちょっとお願いがあるんだけどみたいな。はいどうされましたか。ちょっとあの謝っといてくれないかなって言われて、何の話ですかって。詳しく話を聞いたら、花丸さんがなんかフジテレビの方にあの細かすぎて伝わらないあのトンネルさんがやってた、あの番組のなんかまあネタ打ち合わせでフジテレビにガッと電車乗ってわって行かはったんですよ、まあ、入るとどうにかで出てくるバッて出てくる人がいてそれがズンのヤスさんやったんですよ、はい、でヤスさんがわって出てきたんで、あの花村さんの方が先輩やからえいって言ったんですよ、ほんでヤスさんもえいっすみたいな感じでパッて行かはったんですよ、あれと、何や今の挨拶は2人で結構売れてない時代からこの番組でずっとお世話になってて、なんかまあいろいろバンとブレイクしてもまあまあ恩もあるしこの番組大好きだからずっと手見せも受けてこのようにオーディションもあってまあずっとのし上がってきたで2人とも今成功してるけど安さんももちろんまあみんなに知れ渡るぐらいブレイクしてるけどなんかこの今の挨拶の感じがちょっとすごい横柄に見えたみたいな、なんかちょっとしばらくしてなんか許せへんなと何や今の態度あ珍しくちょっとカチンときたからでパッと追いかけて「おいちょっと待っておいちょちょちょ」って外追いかけたんですよ、なんかやすさんが「はい」みたいな感じで車にバーンと向かい書きで乗るとこやったんですよ、で「おいちょっと待てよさっきの挨拶さ」って言ったらバーン閉めてブーン行ったんですって、でなんか自分も電車で来てるしなんかそれも腹立って何やねん今の態度、まあ、ほんまなんか初心忘れとんのあいつみたいな感じでちょっと腹立って、まあ要は自分のこと頑張ろう思って大楽屋バーン行ったら、ヤスさん座ってたんですよ、あれってなって、あ、おはようございますみたいなめっちゃ丁寧に挨拶してくる、で、あれ何してヤス今どこにいたのあ、それで今来たとこですみたいな、あれなんだどういうことだってなって、いろいろ考えたら、さっきのグッディ終わりのマスクした高橋克実さんやった時間があってマスクもしてちょっとギャップもかぶられてで俺なんてことしてしまったんだって俳優の大先輩で勝目さんおいなんでさっきの挨拶を追いかけて行ってしまったでおいおいおいみたいな車追いかけておいちょっと挨拶よってなってやってもたやってもたってなって悪くグループ分けしたらそうやけどさ一緒やってマスクでだいぶ悪いけどなでなってほんでいやどうしようなんてことしてしまったそういえばグッディで川島君と共演してるから川島にちょっと言っといてくれと勝目さんにもしそういうことがあったらこういうことって言っといてみたいな「いや多分そう覚えてはらないと思いますよ」みたいなで次の日グッディやったからまた言うときますっつってでグッディやってで楽屋に勝美さんの楽屋コンコンってガチャってあげて「すいません勝美さん」っつったら「川島君ちょっと聞いてよ、花丸さんってどうなってる？」なんか帰ろうとまた詰められたんだけどめちゃくちゃ説明して何とかこうキャラと違うしめちゃくちゃびっくりしたんだよなんださっきの挨拶よってめっちゃ怖いいやよかった意外とちゃんと言っといてよかったなって何やったんやろと思ったああよかったよかった非常に丸く収まって面白いスター錦野明さんの話なんですけどまあスターとは呼ばれてるんですけどここ一番決まんないんですよねちょっとねそういうとこありますそもそもスターっつってんのも本人がやってるスターですからで僕錦野さんとあの静岡の熱海市に旅のロケに行ったんですよ、でもホテル着いたんで、喫茶店入りましょうってことで錦野さんがサングラスをして、でコーヒーを飲みながら「和俣やっぱり静岡っていうのはコーヒーがうまいな」
って言うんですよ。怖いな。静岡ね、お茶なんですよ。その後バイエンに行きまして、バイエンっていうのは梅の木が400本ぐらいこう生えてて、で梅が咲いてめちゃくちゃ綺麗だったんです。で綺麗だ綺麗だって回って、しばらく回ってから錦野さんがこう木にもたれかかりながら、カズマだ、なんでこのバイエンを見てみんなが感動するか知ってるか、わかりませんね、お前まだわかんないだろうなって言うんですよ。ここのバイエンっていうのは全てが梅だからみんなが感動するんだ、何一つ余計なものが入ってない、全てが梅だから感動するんだよって、もたれかかってる木に柿って書いてあったんですよ。来た、もう腹立つな、スター決まらんな、決まらんな。最後旅館で夕食を取って旅の締めなんですよ、でああいう旅ロケっていうのは最後旅の締めで意外といい話をして終えるんですよ、で僕が食べながら、西野さん今回の旅どうですだったら、今回旅をしてみて旅と人生は似てるなってことに気づいたんだ、で俺はその人生の中で神さんっていうパートナーに出会った、旅と人生は同じだ、その出会った神さんを大切にしなきゃダメだなって言って、パッて見たら西野さんの横に生け花が生けてあって、二つの椿が寄り添うように咲いてたんです。で西野さんがそれパッて見て、俺もこの椿のようにずっと寄り添っていたいなって言ったら、椿が一個ポトンとしたんですよ。もうスター、いやいや、決まらないな、スター、スター西木野の決まらない話です。会いたくないわ。いきますよ、はいはい、あ、こっち出ました、これどうですか、どうやりましょうか、僕も。ああ、じゃあ、買っていきますか。はい。ですね、テレビの番組の企画で、あの、青木ヶ原に、あの、心霊写真を撮りに行くって企画をやったんですよ。で、僕とアイドルの女の子何人かで、大きいバスでみんなで向かったんですね。で、着いたら夜の12時で、ちょっと待っててください、っていう、ちょっとペンションみたいなとこで待って、で、その待ってる間も、怪談話とかする人を呼んで、ものすごく怖かったんですよ。で、夜中の2時からやります、はい、牛光時なんで、で2時になったら青木原にまたみんな行ったわけです、で行ったら街灯も何にもない真っ暗なんですよ、でルールとしては1人1つインスタントカメラを持ってって、1人でまず入ってって全部撮り終えたら持ってきて写真を確認する、で撮れてるか撮れないか確認しましょうってルールなんですよ、で1人目のアイドルの子がインスタントカメラを持って入ってったんですよ、そしたらね、なんで、もう10メートルも行ったらその子見えなくなるんですよ、で、うわーと思って、で、しばらくしたらその子が戻ってきて、撮りましたっつって、その10枚の写真を、じゃあテーブル並べようっつって、パパパパパンって並べたんですよ、心霊写真って、普通ね、ちょっと影の具合で、なんか顔に見えるね、で、その程度じゃないですか、全部にはっきり写ってるんですよ、と思って、なんじゃこれと思って、はっきり写ってるんです。で、そのもしものことがあった時のために地元の霊媒師の人も呼んでたんで、これ何ですかって言ったら、こんなことありえないって言うんですよ。で、2人目の子はもうその時行ってるんですよ。で、戻ってきてまた写真を持ってきたんで広げたんですよ、全部にはっきり写ってる。また1人目の子と2人目の子が全然違う人なんです。なんじゃこれって言って、で、霊媒師の人がこれはやばいと、やめた方がいいですよって言ってプロデューサーを呼んで、そういうことだからやめようと、でも今3人目の子が行っちゃってると、じゃあその子が戻ってきたらやめましょうと、これはやばいっしたら、3人目の子行ってるから待ってたんですよ、したら青木ヶ原の真っ暗な青木ヶ原の中でギャーって声だけ響いたんですよ、うわーっつって、スタッフが何だと思って、スタッフが何かわーって走ってったんですよ。で、なんだなんだなんだと思ったら、その子がもう、失神ですよね。うわーってもう、カッチカチで、痙攣しながら運ばれてきたんですよ。で、見たら、もう、目ってこんな白くなるのっていう、ぐるっと、ぐるっと巡って、真っ白でっけなんですよ。うわーっつって、でも、痙攣して、全然もう、カッチカチで動かないんですよ。で、とにかくっつって、バスの後ろが広いんで、バスの後ろ運んじゃおうっつって、運んで連れてって、うーってやってるんですよ。うーっつって、で、なんかやってるんですよ。で、何言ってんだと思ったら、うーあいつと目が合った、あいつと目が合ったって言うんですよ。うわーと思って、要は、
写真撮るとき覗くじゃないですか、はい、でその時にあいつと目が合ったってこと言ってんじゃないのっつって、うわ怖い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 、どうすりゃいいのっつって、そしたらそのうちギャーって言うんですよ、その子がもう一回、はい、ギャーっつったと、あいつが来るよって言うんですよ、あいつが来るよって叫んで霊媒師の人呼んだんですよ、うん、ちょっと来てくださいっつったら、うん、私にはどうすることもできないっつって帰っちゃったんですよ、っつって霊媒師いなかったら僕らどうすることもできないですよ、痙攣してる、白目も見てる、あいつが来るよって叫んでるんですよ、うん、どうすりゃいいんだっつったら、プロデューサーがちょっと待ってくださいっつってバッグ持ってきて、バッグベロッて開けたらなんか木彫りの仏さんみたいなの出してきたんですよ、何かあった時のために持ってきたんです、うん、でそのプロデューサーがその痙攣してる女の子のところに行って、つかめつかめって言うんですよ、で女の子がもうこうやって固まって痙攣してるから、つかめつかめって言っても全然つかまないんですよ、うん、ですごい近く行ってつかめつかめって言ったら、そのプロデューサーの頭ガンってつかんだんですよ、その子が、でそのプロデューサーっていうのは、うん、ものすごく毛が薄いんですよ、けどものすごく丁寧にいつもセットしてくるんですよ、ものすごく髪の毛を大切にしてる人なんですよ、それまでつかめつかめって言ってた人がつかめるとつたん離せ離せ離せつかめけどその子はもうそんなちゃんとね掴んで今度は引っ張ろうとしてるんですよ、で離せ離せっつってものすごく引っ張られて、最後に離せっつってんだろっつって仏さんで殴ったんですよ、いやよっぽどやね、よっぽどですよ、仏さんで殴ったらあかんやんかすごいねすごいね、怖かったですよ、でもそのほんまにでも霊は降りたってことですか、ね、そうっすよ、あやっちゃいけないんですよ、そんなの、そう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 、うん、いきます、さあ、そうですね、あ、てっちゃん、あ、はい、あの僕が、うん、あのダチョウ倶楽部の上島さんと、うん、あのバラエティの中でよくやるネタが あって、あの2人で喧嘩して、はいはいはい、言い合いしながら近づいて最終的には中をして仲直りするっていうのをよくあのバラエティでやらせてもらってるんですけれども、はい、あの前やった時にその番組は新助さんが MC だったんですけれども、また途中でいつもの通りに俺とリオさんの喧嘩が始まって、うん、まあそのキスの下りになったんですよ、うん、ほんで僕が「おいお前ふざけんな」とかなんとかって、龍さんが「なんだお前は」とかなんとか、だんだん近づいてったら、うん、ひな壇だったんですけれども、うん、ひな壇の僕と龍さんの後ろが梅宮達夫さんだったんですよ、はいはいはい、はい、で僕らが喧嘩始めて、さあもうここだってチューする瞬間に後ろにいた梅宮さんが「お前ら何お前と喧嘩してんだよ」っていや本当の喧嘩だと思って止められちゃったんですよ、男気がすごい強い人だから、しかも僕梅宮さんにすごいお世話になってたから頭叩かれて「鉄お前何やってんだ本番中」とかなんとか言ってすごい空気になったら、新助さんが「いやいや違うんです梅宮さん、あのこれはあの出川と上島のネタであの中して仲直るっていうそういうネタなんですよ」って言ったら梅宮さんが「ああそうだった知らなかった」じゃあ続けてって、続けられるか完全にこれですからこれではない、これではない、びっくりした、それは僕がこれです、これです、そうか、そうか、よかったよかった、お世話になってます、梅宮さん、びっくりした、何を言うんかなと思って、あどうしますあとで、はい、すみません、すみませんさあ、あ、けんちゃん、はい、僕滑らない話出させてもらうの3回目なんですけれども、まあ、いつも緊張しちゃうんですけれども、だから今回出るにあたって、あのどの話をしようかなというのをやっぱいつも悩むんで、仲いい芸人に集まってもらって、あの鉄郎出川の滑らない話を1回やってきたんですよ、あの飲み屋で、ほんでメンバーはあのウドちゃんとホリケンと、うん、あと飯尾君と、うん、あとロッチの中岡とチョニオ、ほんでみんなに集まってもらって、僕が滑らない話をこれあともどんどん話してって、うんうん、そしたらみんながいろいろもう真剣に聞いてくれて、ほんでホリケンとか多分もうピリついた空気だから、うん、これにしといた方がいいんじゃないのとか、あと、はいはいはい、ウドちゃんとかはいや一発目かました方が絶対いいですよとかすごい相談乗ってくれて、はい、一応なん
となく順番も決まってよしと思ってありがとうっつって家帰って寝る時ベッドの中でふと思ったんですけど、あのそのメンバー誰も滑らない話出たことないんですよ一人も一人もほとんどしかもトークとかけ離れたメンバーで なんで俺もこのメンバー集めちゃったの、まあ、本当にただ単に本当に仲いい人を選んだらたまたまそういうトークとかけ離れた人だったという、はい、言った話嘘って何ですか、僕が小学校3年の時に給食袋がなくなったんですよ。ほんで先生がまあ正直に言えと、手挙げたらもうそれは許すと、目つぶれ、って言うからみんな目つぶって下向いて、取ったやつって言うた瞬間に誰やろうなと思って俺薄め薄く開けたんですよ。ほんだらめっちゃ俺の前で先生こんなの俺ちゃうのにです黒田の話は悲しいな。島木ジョージさんが、要は NGK のロビーに、ナンバーグランド花月のロビーにいてはるんですけど、いつも僕不思議に思ってたんですよ。あの後輩とかがね、パーン殴ったりとかしても、あんな怖い顔して全然怒りはらない。そうね。ほんで僕一回聞いたことあるんですよ、島木ジョージさん。その怒らないんですか、その怖い体して顔もしてって、はい、手は怒りまへんねんって言うてはって、怒ったことないって、でも結構敬語やしな、そうなんですよ、うん、であこの人怒れへんねんやと思って、あ実は優しい人やねんなと思ってたんですね、ほんで ある日また次の日3日ぐらいしてからな、トイレに NGK のトイレに行こうと思ったら、はい、島木さんが僕おしっこしてたら横に来はったんですよ、で島木さん本番前でこのポケットに、ハイダラ2つ入れてある、ボコボコヘッド用や、はい、それをねここにこうおしっこするの邪魔やからここに置きはった瞬間に、大道具さんがタバコを持ってそのタバコ入れにトントンと入れる瞬間何しまんねよ初めて怒りましたああ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 あ